心拍の素材を今一回こうやって曲げたんですよ。こんな感じで。で、もう一個やるということで、針金かけて、この素材をここまで曲げる。川崎先生、踏むらしいですね。うん、足で踏む。足で踏む、変えてもいいから。ド S ですね。さとみさんもやってたよ。あ、そうです。踏んでた。でも踏むと、残るのは少ないけど、残ったやつは結構いい。すごい。へー。あれですね、素材で安く買ったものを、自分で作って価値を上げるっていう盆栽の楽しさが体感。盆栽そういうもんじゃないですか。そうですね。これが完成じゃないんで、この状態から曲げて、これで癖ついて外して、でちょっと剪定してってやれば、今この辺についてこういうのが後々枝になっていくから、そうですね。それでまた棚を作ったり、価値が10倍に。あ、いいタイトルがつけそうな。なんだろう。すぐ何倍とかにしてる。そう。叩かれちゃう。そう。これで10倍は取れっかな。10倍でもこれね、もうちょっと立てばいけますよね。立てば余裕でいけるんじゃないかな。だって盆栽全部そうじゃないですか。こういうの限らず。まあそうですね。足立さんのこの動画で、盆栽のその高いっていう概念を壊す。そうだね。動画を。安いもんね。俺が安いから。いやいやいや。もう一本か。もう一本。さっき3本。さっき3本。回してますね。何回もグッ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 、あれ曲がんない、あれ曲がんないなって、組織ぐちゃぐちゃになっちゃうから。決めるなら一回でやってみる。あ、もうちょっと安全策を取るなら、あれ巻いた方がいいですか。巻いて、ラフィア。ラフィア。さっきみたいな。背骨みたいなの作ってやれば、裂けもしないだろうし。よし。投げますよ。お願いします。手に破ってるよ。赤が来やすいんだ。すごい。赤が来ても周囲に戻んない。そうそうそう。まあ、ね、手にかかってるってね。はい、ね。うわ。じっとしていいよ。なんて難しいんだろうね。よくできるし。人間の人だから。すごい。よいしょ。この辺で一発締めてやりますか。もうちょいかな。もうちょい。そしたらここで裂けちゃうだけだから。この辺でいければいいですよ。あ、この辺で。かんちゃんも結構力あるんだね。ここが裂けるでしょ。あ、そういうことか。うん、そうですね。あそこを軸にしてテコの原理で。そうですね。本当はここで反対行ってもいいんですよね。厳しいの作りたいですね。そうですね。避けてもここでギューッとやっちゃおうか。うん。ゴロしてんじゃなくても。ここでギューッと潰して。まあ全体でね。うん。
ちょっとまたここへそっからそっから今度戻してくるよ。パキパキっちゃう。そうだ。すげえ。いやさ、これも閉めちゃおうかもっとギュッと。めちゃくちゃに裂けちゃった。ここやばいっすよ。これちょっと縛っといてやるか。こう縛って。そこは残しておきたいんですか。いやどうなるかわかんないから枯れたら枯れたでね取っちゃえばいいし。これねじってたんですよね。うん。そしたら捻転して多分こう車輪になると思う。うん。あ、これをこのまま。うん。ギュッと。あとでそう。あ、裂けた。10万買ってるから、僕ね、花で何だっけ？避けたところ、どうしようか。生きているかもしれない。うん、ここでまだ繋がってるからね。うん、どうでしょう。うん、相当曲がりました、ね。そう、曲がってます。葉っぱが多いのかな。うん、葉っぱ取っちゃおうかな、中の。どうなのか楽しみですね、でもこれ。ね、うん、枯れるかもしれないし。枯れるかもしれないけど。あれがこうなる。なんか葉っぱが多いな。うん、これで枯れなければだいぶ。そうですね。だいぶいいですよね。ね、うん。1個売りますよ。ありがとうございます。いやでもこれ僕できるかな。ここまでのこと大丈夫です。カント先生いるから。カント先生やってみようかな。これでこんだけ変わると、素材を売ってもらったので今から自分でもやってみます。多分完成だけかな。です。取れてます。はい。で銅線は一回曲げたら形が戻らないです、うん、アルミ線みたいな。へえ。だからちゃんとそこに決めないといけない。すいません、撮影までしてもらって。いえいえ。曲げたい方向に曲げながら針金をかけるといいんですけど。へえ。で次がもう下からですね。下からここにします。めっちゃちゃんとカメラマンやってくれてる。で、ね、根元からやりたいんです。この辺。根元？ここ？そう。で、ねじりながら。ねじりながら。あ、もうここが。やっぱ強いです。力強そう。で、やっぱりぐちゃぐちゃにしないように、その曲げたい位置を決めてやるんですよね。うん、ここが。直線なんですよ。うんうんうん。ここをこれを背中に曲げたいですよね。ここ？うん。あ！あ！音もなく。音もなく行きましたよ。反対つながってるからね。おお、大丈夫ですね。うん、大丈夫。大丈夫。大丈夫。とりあえずここまで行ったらこっちもやっちゃえば上の方も。こっち？そう、ここも
で、螺旋か楽よう書くようにでいいんで、この巻きの方向、この根元からちょっと下ろすとか、こうやってで、こう、そうそうそう、ね、それでこういう、そうそう、そういう感じ、螺旋書く感じでもつけとけば、後で使えるんで、そうそうそう、まだいける、反対側、だからこれを戻すと反対側も切れるんで、うん、なるほど、切れたらそのままので、今逆になってるんですよ、向きと、うん、だから、そう、緩めちゃってる、うん、いや、ここを持って行きたいですね、ここを持って行ったらいいですね、さっきのあれ使います、どうですか、痛いですか、痛っ、わりかし、そこはね、キュッと近づくといいですよね、キュッと近づくといいんだよな、万力、万力いけるかな、この距離で、気づきそうだけど、あ、でもいったこけそう、止めるのが難しいな、うん、確かに先に入れとけば、そう、ね、よし、避けてきました、避けてきました、まっすぐな木を考えれば、これをもし生きながらえれば値段がつくんじゃないかな、なるほど、トップジンペースト、こいつで、うん、結構用事はね、こういう時使えるんです、お弁当の箸についてくる、でも大丈夫だと思いますよ、ありがとうございます、ただこれ一通り曲げたんですけど、どうなるかが全然わからない、将来が見えない、